エディターのお魚ちゃんです。今回は、はっきり言って、あれを紹介したいなと思っております。あれを。何かというと、はい。また、東京フードサロンの動画にはなりますが、まあそんなところなんですよね。だけど、やっぱり、ね、なんとも言えないんですね。それが BYD さんのことかです。BYD さん、車を発表した後にね、ある問題が起きて、ね、一部では、販売凍結になっちゃった。実はあります。それが、まあ、六花クロムっていうのがね、まあ、それなので、日本の自公会の基準では、ちょっと、あかんってなって、なったそうなんだけど、まあ、そういうのもあるんですが、まあ、これもね、もしかしたら、どうなんかなっていうのはあるんですが、まあ、おそらく対策は打ってくるかもしれませんね。はい。まあ、そういうのもあるんですが、ちょっと難しいなっていうのはあるんですけど、ね。まあ、強いて言うならば、この車は、国内仕様だった。中国国内の仕様をそのまま持ってこられているんですが、発売はもう、年越すかもしれませんね。はい。年越して、ちょうど、来年の今頃、ぐらいを境に出してくるんじゃないかなってちょっと思っております。だけど、まあ、見た感じからすればすごく良かったなという感じで。まあ、フロントは点々バラバラなんだけど、リアは結構統一感を持たせていて、あ、こういう持ってき方あるんだなっていうのはあったんですが、結構シンプルでいい車だったなって。この3台の中では結構好みですね。そんな印象を受けました。はい、そのとこですかね。はい、どうぞ。BYD さんのシールっていう、まあ、第三極とも呼べるセダンタイプの EV ですよね。はっきり言ってこの車は本当にね、ボディラインがすごく綺麗で、まあ見た感じからすればなんかルノー車っぽいし、かあとはスポーツカーのような
雰囲気もあるなってちょっと思っちゃって、うん、結構ボディラインの美しい車になったなっていうのは感じましたね。はい、そんな感じかな。結構小ぶりには見えるんですけど、ね、ショーファーカーとしても使える、まあ、こういうシールなんですけど、サイズだけ言ったらやっぱりね、レクサスの IS、 あとマツダ6、それからまあカムリといったところが近いかなって思います。だけどそうとはいえね、小回りがきそうなデザインなので、まあ本当に女性でも運転しやすい、そんな感じの車かなってちょっと見て思いました。それにやっぱりね、ボディラインが綺麗だからやっぱり女性でも乗ってほしいなってちょっと思いますね。はい、そんな感じかな。リアとかに関して言うとやっぱりね、
本当にね、共通点は多いです。やっぱこの一円基調とか、このビルドユアドリームズとか、まあ感じなのはちょっとご愛嬌だなっていうのはあるんですけど、今後変わると思います。だけどやっぱりね、本当に、ね、さっきも言ったようにやっぱり、まあ、有害物質問題は早急に解決してほしいなっていうのはありますね。はい、それもあるので、本当に最悪年を越しちゃうのかなっていうのは感じました。そういう印象はあるんですけど、やっぱ国によって考え方がちょっと違うんですよね。本当ここは難しいところだな。最後まで見ていただきありがとうございました。まあセダンタイプなんでね、まさに中国ならではのスタイルですね。ですけどやっぱりね、この車も悪くはないですね。うん、まあそういうところもあるし、結構いい車だなっていうのありますよね。はい、そういうところもあるし、ただまあ BYD さんの問題はまだ乗用車、まだほとんどね、今、アット3が、ようやく販売するようになって、ってんですが、おそらくね、サビ止め剤っていう話が聞いてたんですね。で、国外では、なんか、故障もやたらと多いっていう声も、ちゃっちゃっと聞くんですが、どうなんでしょうかね。まあ、あとは、反応を見るしかないかなっていうのは、ちょっと感じてはいるんですけど、そんなところですかね。はい。これとチャンネル登録していただくとありがたいです。では、お疲れ様でした。